知らんがなみたいな。もしもし。わかりました。はい、はい。まず、すぐに、あれが、なんかわかんないときに、すぐ買おうと思ったら、123がいいですか ?133 がいいですか。そこはわかる。そこはね。その、配達付きの分、123馬力でもあれよりも弱いか。その辺はね、やっとも、わかる。ございません。その辺のグラスは。いや、次あれをな、同じものが欲しいのがもし壊れたら。あのめっちゃ使いやすいで、あのちょうどいいもんで。で、123の配達規制ありに買うか、133のやつ買うか。どうしたらいいのか。で、え？どうしたらいいのか。あるある、どうしよう。あの、高くないんじゃないですか。EGR。両方。クールド EGR。多分同じ排気量だと思う。それから、インタクラターボ。あー、インタクラターボもっと感じは、あれな。ちょっと入れることはね、うん、DPF が高温になる。ああ、DPF が DPF が高温になって、うん、その熱が戻ってきてターボに来て、ターボに仕上がっていくんだ、うん、これが一番初めの一つのね、ショックのあれやってると、うん、それをだってクリアしてるんですよ。インタクラターボが出てきたと、いや、インタクラって言ったら、あれもインタクラターボだよ。そうそうそう、ね、ターボに、ね、まあもう準備ターボなんですよ、うん、でそれのターボとね、その DPF の間の長い方がいいって言うとか昔のことな。後ろに DPF がいると思う。エンジンは多分同じ配置ですよね。確か。ね、そうで、セッティングで分かるだけで、ターボで噴射量を変えて、割りに。ああ、そうですね。ということは、絞ったやる方が長持ちするかもしれないです。123の方が。それはまあ厳密ではそういうことになる。負荷はかかんのがな、うん、8割をかけとるか100かけとるかですよね。違うわ、マックス出してるかってね、うん、それは違う。で、今のケンパーが多分160馬力で使うと一瞬で壊れるんですよ、あれ、うん、詰まった時に120馬力やもんでエンストしてしまうんですよ、うん、考えたら123かな。それはな、今1203っていう塊でしたっけ、確か。うん、もう回転数読んだ方がいいんじゃないかな。どの回転数が使えるか。今あれは同じ回転数を病院のミッションで選べる1000回転の方がいいので、それは大丈夫、それは自分で。じゃあだからそれも同じ DI になる、同じ後継種だから大丈夫。いや、それは同じ、いや同じじゃないと僕平気。違う、それの方がエンジンに痛まるかな。だから今だと PT を5で走るか6で走るか7で走るかどれかじゃないけど、ミッションな、速度な、うん、で後ろは絶対もう2の一番上、エコじゃないやつの2やから、もうでそれで1000回転じゃなくて950使ってる、うん、速度が高い。何がこれが1900が一番落ち込んでるので、1950が一番上がってる。そっからかかると1900で、はい、で、ギリギリ落ちるときは1850。1900前後で制御する。制御じゃなくて、制御してない。オートアクセルは出てない。出てないから。出てない。うん、で、僕思うのは、5速で、2000回転回すよりも6速で1900の方が強い気がする。トルク曲線トルクの山がそこにある、うん、でそんなに見えるから、それで切れたらいいですか。1900のトルク P やな、エンジンの特性がな、トルクが一番強い。で、それらで自分の戻るミッションのスピードになるかどうか、ミッションみたいな。そうやな、多分でも120と103でほとんど共通ですよね。多分ね、まあまあ大体してあると思うけど。あ、ほんだけどね、採用エンジンが違うとかそんなことないじゃん。いや、それはありうるんですよ。ドビー一時期はもともとエンジン持ってないで、それこそヤンマーの乗せたり三菱乗せたり舶来の乗せたりさ、あるんさ。1230って言ったらもうでも大体舶来ちゃいます。まあ舶来もあるけど、久保田詳しく大きいのと思っちゃう。
ヤンマーのテレビもあります。どこのエンジンが一番いいですか。前遺跡がつこって、あの IHI とかの あれはトラブルとかどうですか。あんまり大型でトラブル ATK とか AT のちっちゃい50とかあの辺の、あの辺か。 AT はもうどうでいいトラブルってないよね。体制に変わってからの方がちょっといいとかありますか。みんなエンジンとかまあまあ、だけど古いイスズのさ、あれはあかんやん。古いやっときはな、あれはうわあれかな。あと古いクオータ、クオータもありませんやん。 GL とかの頃の KL からはいいけど、だけど技術に達してなかった。いや、あの辺はね、技術とそれからそのあの工作機械がな、まだ精度が今ほどではない。古いヤンマーのエンジン素晴らしいと思うんですよ。いや、あれは素晴らしい。CT55 とかのあれはね、うちらも羨ましいぐらい。一回転、クランク一回転したら絶対かかるみたいな感じやでな。コンコンコンと組んでな。あの、イスズのやつはしばらくコン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 って回し、あ、かかったみたいなやつ。今の、あれ、ヤンマーの、あ、じゃあ、遺跡のエンジンって、前ね、僕の持ってる NP は、あれは、イスズなんですか。あれは NP? NP80 の NP80 は全然かからんって言ってあれは内作やろ。内作全然かからないですよあれ。いや、あれね、バッテリー満タン新品にしてもあかんちょっと足分け、うん、もうちょい勢いやったらプッとかかるけど足分点までちょっと足らん、抜けとる。ピストングリーン交換とかそういうレベルですかね。うん、そんなレベル。でもうちょっとあのバッテリーのもう本当に新品時代元気のやつとかちょっとかかるけど、ちょうどあれや、かかるかかからんかの外際で回っとる。それでバッテリーが上がるんちゃうかぐらいの。グローを焼いて、グローを焼くことをちゃんと教えてバッテリーだったりした。グローを教えても3日後にやるとそれでもかからん時があって、バッテリーほぼ新品で焼くかもしれない。別にこれ、折れたら、折れたら、一回あれの一人やん。あれか。あの、ジャンパンも、あれ、助けるとね、かかる。違う、爆弾。あれでねえやん。何それ爆弾って。クリーナーね。プープーって吹くの。あ、そこまでせな、空き家だから、それは偉いよ。クリーナーで爆弾こましてこうって言ったんやね。ヤンマーの古い、あの、田植え機は、向こうへ1年間保存してあって、って思うけど、遺跡は1週間かけやんだな。いや、ヤンマーはもう、やっぱりヤンマーやなって言うことはね。最初の方のやつは、エンジンだけは、うん、あれにはかけやん。いつもリレーが壊れるんです、ほんで。昔からね、今期の時代からでもね。あ、ヤンマーディーゼル、ヤンマー発動機っていう、そこから始まってる。コンコンコンじゃないと。ディーゼルかね。ヤンマーディーゼル。大きなものから小さなまでちょっと飛ばすからだ。その時代のね、ゲームを見てるから、ちょっとヤンマーが好きなんですよ。ディーゼルは良かったな。他わかんだと思ったけど。で、みんな親父とか、前のおばさんとかが結構、いや、あんなデザインに振り上がってっていうね、時期があったじゃないですか。でも僕、あのデザイン逆に、あ、かっこいいな、欲しいなと思って。いや、農業でかっこいいことって僕は大事かなと思って。その、乗っ取る従業員がかっこいいと思って乗っ取るか、こんなダサいの乗っ取ると思うか。いや、それはね、年代によって違う。若い人はね、うん、かっこいいなっていうふうに捉えるわけで、年配の人はもう、チャラチャラしやがってって思う、うん、あるんです。でもこれから若い人に入ってもらおうと思ったら、これかっこいいなと思う軽トラとかもちょっとかっこいい色とか。けど大体ね、世間のそのどこのメーカーにしてもヨーロッパにしてもデザインっていうのは本当になんかいかついような感じがデザインになってきた。たまにでも伊勢さんのあのプチトラっていうあの女の子向けのね、トラクターもあって、あれも可愛らしいです。あれの80馬力打ったらあんまりカラーリングだけ変更して、あの特別付き電車みたいな。そうか、農業女子でいかない。そうか。
ピンクのタオルとかさ。デザインだけやな。おいおいおい。ちょっとこれだけ。何何？あの乾燥機あれ直す。上？モーター。上？上？上？何の話？三号機ちゃうの？山本。さあ、どうやったら。あの詰まったやつ。うん、とりあえずまあいいな。ありがとうございます。いつも高山さんがあの1位というわけでちょっとうちうちの話もできました。本当にだからヤンマーも遺跡も、まあ、久保田はね警察が素晴らしい警察ね。あとはあんまり好きじゃないですね。まあ、あの直進システムを最初に作ったメーカーでもあるんで、まあ、田植え機とか、SL とかね、あの辺も本当は買ってみたかったんですけども、うん、まあ、田植え機はね、あのやっぱ遺跡のこの最初にロータリー式を開発して、こう植え込む瞬間だけ早くこうシコンシコンシコンっていうその仕組みが、特許を取ってあるわけで、今でも他社では追従ができなくて、超初速モードの時でも同じ速度で走れるっていう素晴らしい機能を持ってます。でしかもですね、その植え込み管がですね、もともとネイティブで、初速取り細かく取るのに対応してるんで、他社のやつはこうオプション品をつけないと装飾ができないんですけども、あ、細植えですね、できないんですけども、遺跡さんのやつは、あ、間違った三つ苗対応ですね。ヤンマーも久保田も三つ苗があの専用オプションつけないとできないんですけど、遺跡だけはあのオプションなしであの三つ苗が植えられるんで、すごい気に入ってます。だから最近あのフロントミ、センターミッドアップセンターエンジンっていうのが少しね、ちょっとさっき言ったようにエンジンが軽かったりとか、オーバーヒートしやすかったりとかいうのが、まあ、あの前後配分のね、比率がいいんで、はまりにくいんですけど、あの泥沼にね。でもそこちょっと弱点だったんで、次のあのシリーズ、PR シリーズ、PR なんだっけ、最新のね、ヤンマーの、あ、じゃあ、あの、遺跡の田植え機もぜひ買いたいなと思ってます。そのためにはね、この雨の日にね、しっかり整備をして、まあ、もう聞けることは全部聞いて、ね、あの本当にもう 年ですからね、みんな周りの人たちがね、元気なうちにいろいろ知識を吸収したいと思います。あんまりねお母が言うとね機嫌損ねちゃうんで、まあ、ちょっと控えめに私も落ち着いてここまで飲みながら少し休憩しようと思ってます。もう少し休憩します。バイバイ、吉本でした。